八塚忠秀は、阿波徳島藩の第二代藩主。狂言寺の母書慶長16年4月、阿波徳島藩初代藩主、八塚スイタル人の子として誕生。はじめは、祖祖父、正勝と、父、イタル人より一字ずつ取って、聖陳を名乗り、後、徳川・秀忠の返旗を賜って、忠しず、忠秀に改名。6年、父の死去によりを継ぐが、のために、 祖父の八須賀家政が貢献した。現那9年9月10日に正式に原服し、14位、下和は守るに助任された。官営部東部実録、官政府は9月10日とするが、ああ年表を広く、八須賀家府は5月10日とする。ジョイと任間の口宣案の日付が6月22日となっている一方で、 秀忠によるカン書き出しと一時書き出しの日付が9月10日になっている。しかも7月27日に徳川家光が将軍に就任しており9月10日時点の秀忠は大御所であった。さらに6月11日付の池田鶴松宛ての忠秀の書状には松平和氏という自筆の署名が残されている。これらの文章はすべて実物と見られることから 原服の際に何らかの混乱があった可能性がある。寛永2年に相方役所を設置し、愛の流通統制を行った。寛永3年8月19日、自重を兼任。寛永6年、火星による政務貢献が名目上では終了したが、その影響は火星が寛永15年に亡くなるまで残ったと考えられている。寛永8年、 稲田氏メセ職を、脇から淡路由良城代に、ついでスモ城代に移し淡路支配の体制を築くと、共に要所である脇を直轄地とした。寛永9年、自身の腹心である、八須スカ・ゲと、長谷川・貞恒を、塩木ガロに任じる。イタリチンが発布した、五壁二23箇条を保管する裏書き7カ条を、発し、農民統制を図った。 慶安5年4月に死去。後を長男、三鷹が継いだ。去年42。寛永10年、海部軍内7500国を領する江戸がある王の増田。おさゆきが金星を破って、山林の木を伐採、江戸で売ろうとしたことを、藩の役人が摘発し、おさゆきは領地を召し上げらる。その後、おさゆきは13年間遊兵された。 これを恨んだおさゆきは、正法2年までに、忠秀が、幕府近世を破り大船を建造し、さらにキリシタンへの宗門改めを怠っていると、幕府に訴えた。正法3年、江戸幕府は表情書にておさゆきと、長谷川定恒を対決させた。結果、おさゆきの訴えが虚偽であったとして、おさゆきの身柄は忠秀に預けられ、淡いの移送中に病死したとも、 江戸屋敷にて残定されたともされる。山口和夫、近世日本政治史と、朝廷 ISBN978 から4から 642034807P97 から103.122から126、山川博士みのる、八須賀家のお家騒動、お家騒動忠秀の長期で、身分が低い、生まれながら破格の扱いを受けた。 菩大寺の天随寺は、大阪府大阪市天皇寺区夕日河岡町にあるが、これより、有名な同盟の京都の寺とは異なる。また、天随院は、秀吉の母と同じ隠号だが別人。ありがとうございます。